これはロッテのサシャってやつですね。紡ぐ、紡り直す、折り直すかなというわけでね、こうやってちゃんと折り曲げたような感じのね、チョコレート、非常にパッケージからしても高級感があります。ほら見てください、こうやって開けるとこういうふうにずらーっと並んでるんですね。こういうのがまたいいですね。でこれで食べてみたいと思いますね。サシャでございます。この前ね、彩香さんがね、同じ抹茶のチョコレートを買っていただいてありがとうございましたんでね、ぜひその収益の一部をね、動画に、使わせていただきますと言いたいところだったんですけどね、残念ながらね、まだ収益というものはね、まだちょっと条件をまだ足していませんのでしてね、申し訳ないですがみたいなね感じなんですけども、まあこういうふうなね、感じでございます。で、それでこれのですね、エキシガレルさんもね、本当にありがたいなと思いましたね。よく見てくださってるんだなと思いましたね。食べ物の動画ってあんまり見ないのかなと思いきや、意外と見てるんかいみたいなツッコミがありましてね、またも見ていただいたらね、高評価の方がね、少ないので、高評価の方もね、よろしくお願いしますね。で、こういうふうに、最初だった。いいじゃないですか、これ。この折り曲げた感じにね、こう、丁寧にね、折り曲げましたみたいなね。この中に小さな小人がたくさん働いててね、あ、お客さんが来たみたいな感じでね。で、そんでみんな急いで作ってね。んで、こう、小さく。バッタンバッタンつってね、折り曲げてね、機械でシャーってやってバッタンとかって曲げて、でこうやって作ったんだねみたいなね、違うかいみたいなね、まあ、そういうツッコミとかありますけど、でもまあなかなかね、この本当に、まあ、布で折り上げたような感じでね、だからこのなんか食べた時にふわっとするこのいちごの香りがいいね。うん、いちごと確かにミルクの味、そこにほんのりとチョコレートの味が入っていて、この3つの味がうまくこうさーっと広がっていくんですね。うん、この味ですよ。あ、これはまた何とも言えない、うん、いい味わいですが、でこう、うん、この口どけがこうさーっと広がっていくね。この感じが良くて、うん、なかなかいい味で、ほんと上品な味、もう食べるとすぐ分かるんだけど、上品な味です、これ。口どけが甘くてね、でいちごと、入ってきて、でいちごのこの上品な甘さと香りが入ってくるんですよ。それがしつこくなくていい味 でそこにこのチョコレートがとミルクが入ってきて、なかなかいい感じ で、これを折り曲げることによって、まあ、この折ることによってこう重ねてるんですね。でそうすることによってこの味が、それぞれの味が別々にこう伝わってくるといった感じが非常にいいです。うん、でこれはね、確かにこう食べて、うん、ご満足をいただけるような味わいがございます。なかなかの美味しさです。この味は忘れられないな。うん、なかなかのいい味を出して、高級感がある。パッケージがまず高級感があるでしょ。で食べた感じもやっぱりお金をかけてるなっていう感じがする。で見た目もお金をかけてる。だからチョコレートの見た目、味、下箱、この3つどれを取ってもちゃんとにお金をかけてるなっていうところがね、無駄にお金をかけてないってところが素晴らしいなと思います。どうもありがとうございます。